それじゃあ、森光さん、はい、その、なんだろう、インストにハマったきっかけというか、なんか、どこに惹かれたとかっていうのは。どんなところが。どんなとこなんでしょうね。でも、最初はやっぱり、その須藤さんの見て、一番その時僕が惹かれたのは、スラップがかっこいいってなって。かっこいいですね、須藤さんね。それまでは、それまでも自分でやってたりはしたんですけど、それこそナルチョさんの超速 DVD がなんか YouTube に上がってて、それ見て前に出る、そんなこんなやつで。で、須藤さん見て、かっこいいなってなって、そのメンバーもすごい今となってすごいお世話になってる方々、ギターの駒内優也さんだったり、それでその DVD に映ってたからもあって、その駒内さんのソロアルバムも高校生の時はよく聴いてました。なるほど。まあ皆さん、あれですね、思い入れがあるというかね、なんかウィンストとこう繋がってたんだなっていうのが分かりました。ということで、まあ僕もあれなんですよ。スクエアから入ったんですけど、エレクトーンやってた時に課題曲で、オーメンズオブラブが出てきたっていう、スクエアの曲なんですけど。まあそれでなんでしょうね。まあポップなところもありつつ、楽器の見せ場もあるっていう、なんか、すごいいい音楽だなって思って、そっからフュージョンを聴き始めて、うん。まあ、のりたけさんというドラマーの存在も知って、そっからドラムのテクニックを磨くようになって、っていう感じで、まあ、なんだろうな。やっぱり、それぞれのパートが活躍でき、つつ、なんか、こう、歌物のような、なんか覚えやすいメロディーが入ってるっていうのが、すごく僕は惹かれたところであります。まあ、そういうこともあるんですけど、まあ、僕の作る曲もね、なんか結構が分かりやすい、なんかメロディーを意識してやってるんですけども、まあ、今回も、まあ、僕の曲、ね、いっぱい持っていきますが、ね、皆さんがどのように、こう、料理してくれるのかなっていうのが楽しみでございますが。ね。ん？手柔らかにと思っちゃうんですけど。え？何？お手柔らかに。いやいやいや。もう、楽しみですよ。楽しみでしかありません。ね、皆さんの曲も持ってきてくださいね。楽しみにしてます。そうですね。なんか、どんな曲を持っていこうか。ちょっとね、楽しみですね。雄大さんのオリジナルやりましょう。まあね、全然作ってないからね、止まってんだけどね。グランツーリスモの曲。グランツーリスモ。あー、懐かしい。やったね、一緒にね。あれ、バンドさんですもんね。やりました、ね。やりました、やりました。まあ確かに今やってみても面白いかもしれないね。それはそれ。うん、なんか面白くできそうだなと思う。たらなんかぜひ出してください。なんかね、なんかいろんな実験的なものもしたいし、いや、だいたい何曲ずつぐらいみたいな感じとかあるんですか？何曲ずつ、まあワンステージでサクッと行こうかなって思ってて、トータルで10曲ぐらいかな、10、11ぐらいと考えてるんですけど、はいはい、一曲でもいいですし、まあ二曲でもいいですし、皆さん、なんか、一曲か二曲。わかります。なんかちょっと考えてみます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ。今回は割と、なんかガチガチに決めずの、なんかこう、その時に出たものがどう融合するかっていうのを、お楽しみたいですね。なんか。いいですね。隙間がありの、
まあ、ある時バーって生きるのみたいな、なんかそういう、まあ、まさに化学変化ですかね。そうですね。一番このケミストリーな演奏っていうコンセプトに合った感じかもしれないですね。シンプルな曲があって、その中でなんか、やったりとかしたら面白そうかなと、僕は思ってますが。はい。いいですね。ね。ぜひ。ぜひ、難しい曲は持ってこないでください。っていうか、僕が、持っていかないようにします。久しぶりに、ないの15、16分の15みたいなやつ。いや、あれ、昔あったじゃん。やったね。やった。あまりにも、そうから、なんか、言葉なら作ったやつだよね。そう。私、ドンとか言ってたよ。バンドウ、サト、それ11か。11だったよ、あれ。11。まあ、そういう曲は、まあ、持っていきませんけど。逆に笑うけどね、今、持ってきたら。まあ、なんかシンプルな曲をこのセッションのために書いたりできたらいいなとも思ってるんですけどね。これさすごいですね。めっちゃ楽しみですね。いや、できるかどうかわかんないですけど、まあ、書いて、できたら持っていきます。おぉ。ん？リードシートだけに。ん？リードシート。ああ、そう。ああ、なるほどね。そういうのもいいね。大丈夫かな、自分で言って大丈夫かな。雄大さんもお願いしますよ。よく。あ、なくなる。出す。いやー、何しよっかな、でも。楽しみです。僕もいろいろちょっと考えますので、ね、追って資料等はお送りしますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。19日本当に楽しみになってまいりました、ね、視聴者の皆さんも、19日ぜひ楽しみにしていてください、配信チケット等はですね、動画説明欄に、貼っておりますので、ぜひ、ね、URL クリックしてご覧ください。よろしくお願いします。それでは当日お会いしましょう。